それでは、遺産数理工学の第7回目を始めていきます。ですね、1週間空いてるんですけども、先々週ですね、第6回をやりまして、で、その時にまだ残ってる部分があるので、まずそこからやっていきたいと思います。で、どういうことをやっていたかっていうと、飛行査定度の数え上げというのをやっていたんですけども、ちょっとまあ思い出すと、こういうやつですね。この S1 から T1 とか、S2 から T2 とか、S3 から T3 で行くんですけども、その時に交差しないものがどれだけあるのかってことを数えるんですけども、まあ別にその S1 から T2 とかですね、S3 から T1 っていうのも実は数えるんですけども、そういうものは必ず交差してしまうので、そういうものってその S3 から T1 に行って、S1 から T3 に行くとかっていう経路、これ必ず交差してしまうので、交差するものは、まあ、数えないわけです。で、交差しなくなるのは、S1 から T1、S2 から T2、S3 から T3 って、まあ、組み合わせしかないので、まあ、それだけ数えることになります。で、それを行列式を使って 数えるってことをしてたんですけども、その LGV 公式っていうのはどういうものだったかというと、それだけまず、出すと、これですね。ここに書いてあるように、この PSI、TJ ってあるのは、これは SI から TJ へ至る経路の集合ですね。SI から TJ へ至る経路の経路すべての集合。で、その縦棒ついてるのはその要素数を表しているわけです。で、それを MIJ とするような行列 M っていうのを考えると、その行列式っていうのが、これですね。この NS シグマ T の要素数にシグマっていう値観の符号をつけたものを割になるということですね。で、この NS シグマ T ってのは何だったかっていうと、S、そこも広角できるかな。S1 から、T シグマ1、S2 から T シグマ2へ。で、点点点で、これが K ですね。SK から T シグマ K へ。至る飛行差経路ですね。飛行差経路。行差経路の組全体の集合ですね。いいですかね。で、それの要素数に符号をつけたものもあるんだっていうということです。はい。で、これ前回証明したつもりになってます。はい。で、これやったんですけども、今日まずやるのは何かっていうと、これの重み付き版っていうのをやります。で、重み付き版っていうのは何かっていうと、すいません。ですね、こういう設定です。有効グラフ、有効経路を持たない有効グラフっていうのがあるのは、前と同じで、さらにそこに、個に対する重みっていうのがあります。個に対する重み。個っていうのはこの有効偏ですね。この矢印がついてる辺のことを、まあ、個というふうに言うわけですけど、そこに重みがついています。例えば今、お示した、この緑色の個に対しては、今1という重みがついているという感じですね。で、重みは、実数です。R っていうのは実数全体の集合ですね。R です。で、先ほどと同じように、S1 から SK、っていう頂点と T1 から TK っていう頂点もあります。でですね、経路 P っていうのがあったら、それの重みっていうのは、その経路に現れる個の重みの積です。積です。あ、積とします、ここでは。まあ、和とするっていうこともよくあるんですけども、この文脈、この LGV 公式とか、飛行差経路の文脈では積を取ることが多いです。で、まあ、個の数が0の時には、その重みは1としましょうというふうにまあ約束しておきます。そうすると、例えば、
ありましたね。今、これ赤で示したような経路があったら、まあ、これ S1 から T2 に至る経路ですけども、これは、どういう経路かというと、ちゃんと矢印に沿っているので、経路になっているんですが、その重みは何かというと、2112-121をかけたものになります。それが今、下に書いていますね。だから、この経路の重みはマイナス8です。いいでしょうか。まあ、こういうふうにして、経路に対して重みを与えます。でそうすると、実は、先ほどの、その LGB 公式と同じようなものが得られます。で、それが、こんな感じですね。今、MIJ としたら、これ、まあ、行列を作るんですけども、行列 M というのの、その IJ 成分、MIJ っていうのは、先ほどと同じような感じなんですけども、今度は、SI から TJ に至る経路、P に対して、その P の重みですね。P の重みの和を取ります。いいですか。で、重み、もう一度言うと、この重みっていうのは、P に現れる、この重みの積です。いいですね。だからその積と和がちょっと入り乱れるので、乱れてないですね。入り組んでるので、そこの、違いは注目してほしいんですけど、各経路の重みは、この積です。この重みの積です。で、この MIJ ではその和を取ります。いいですか。その和を取ります。ですね。そうすると、この下に書いてあるような、その LGB 公式の重み付きバージョンっていうのが得られます。でどういうものかっていうと、その M の、今上のように定義した、M っていう行列の行列式は、先ほどと同じような見た目をしてるんですけども、この中身だけが変わっています。で、中身はどう変わってるかっていうと、先ほどは、飛行差経路の総数だったんですけども、今度は飛行差経路の組み一つ一つに対して、その経路の、経路の重みの積を取ります。いいですか？その和になります。いいですか？ちょっとわかります。今この P って書いてあるのは、これは、P1、P2、点点点 PK っていう、その経路の組になっているわけです。で、P1 っていうのは何かっていうと、S1 から T シグマ1 へ至る経路ですね。そういう経路が稽古あって、それを組にしたのがこの太文字の P です。ですね。で、その太文字の P 一つ一つ、その、に対して、この重みの積を取るわけです。ですか。で、それの和に符号をつけたものの和になるということです。見た目はややこしいんですけど、一番下に書いてありますけども、すべての個に対して重みを1とすると、これ先ほどの LGB 公式と同じになります。なんでかっていうと、すべての個の重み1なので、この積は1になります。1になります。でそうすると、これ足しているのは何かっていうと、結局、これは、この NSσT の要素数分だけ和を取ると言っているので、その要素数が、この、和の中身になるわけですね。で、そうすると、先ほどの LGB 公式そのものになるわけです。で、証明自体は先ほどが、前回やった LGB 公式の証明と同じようにできるので、ここでは繰り返しません。まあ、演習問題になっているので、興味がある人はやってみてください。でですね、これはなんか見た目がすごくややこしくて、嫌だなと思うんですけど、まあもちろん覚える必要はなくて、まあ必要になったらこれ見て思い出してもらえればいいわけですけども、まああるいはその証明を思い出してもらってもいいわけですけども、これはですね、非常に有用な公式であって、なんでかっていうと、これによってですね、いろんなことができるようになるからです。で、いろんなことの一つをご紹介すると何かというと、あ、そうか、その前にまず例ですね、すいません。例をやります。例をやるんで、今これ、左下の例があります。S1、S2 ですね。S1、S2 と T1、T2 があります。で、そうすると、今、この、どこからやろうかな。右辺からですね、右辺から。右辺からやると、右辺を見ると、これ、シグマっていう、まずは、これは、まず、これは K が2の場合ですね。K が2の場合ですね。で、そうすると、この、シグマはですね、置換として取れるのは2種類あるわけです。で、置換として出てくるのは2種類あって、何かっていうと、シグマっていうのが、その、1と2を、そのまま1と2に移すような、いわゆる高等置換っていうのもあり得るし、それか、それを逆転させるものですね。
1と2を交換するようなものです。だから1が2に移って、2が1に移るよっていうような、まあ、置換の2種類があるわけです。で、これ見てみると、その中で、この S1 から、S1、S2 から T1、T2 に向かっていく経路が、非交差になるのは、この1を1に移して2を2に移す場合しかないわけですね。例えば、その S2 から T1 になんか向かっていく経路、これ1個しかないんですけども、これですね。これを取っちゃうと、S1 から T2 に、どのように向かおうと思っても、必ず、その今取った S2 から T1 への経路に交わってしまいます。頂点を共有してしまうことになります。ので、そういうことになるので、この、置換としては、この、置換としては、この右側のものが取れないと、いうことになるわけです。取れないっていうのは、この、右側の、置換を取ってくると、この、MSσT っていうのは空集合になります。ので、この和が0になるということです。だから、考えなくちゃいけないのは、この、高等置換に対応するような経路の組だけで、それは S1 を T1 に、S1 から T1 に行って、S2 から T2 に行くっていう、こういう経路で、非交差のものだけを考えるということになるわけですね。で、それを全部取ってくると、これ3種類あるわけです。で、3種類全部見ていきます。それを1個ずつ見ていくと、まず S1 から T1 にこれ下を這いつくばって、通っていき、S2から T2 に対しては、まあ、これも一番下、こんな感じですね。混ぜ占いにこう通ったとしましょう。そうすると、これの、重みの積を取るわけですね。そうすると、今ここにその2つの経路があるんですけども、その2つの経路に現れている、この重みの積を取ります。でそうすると、それは 2×1×1、それが今、これ2ですね。ここ2ですね。かける 3×-1×1 ですね。それがマイナス3です。ということで、このマイナス6っていうのが、今ここに取った赤い経路の組に対する重みの積になります。いいですか？で、これを全ての場合でやっていくんですけども、例えばその次、他に、どういうパターンがいるかっていうと、S1 から T1 はまたこの一番下を通っていって、S2 から T2 は上を通っていく。まあ、こういうのがあるわけですね。で、そうすると、この経路の積は 2×1 になります。重みの積は 2×1 になります。いいですか？で、こんな感じでやってると終わらないの。それでですね、もう一個あるのは、S1 から T1 はちょっと上上がっていくパターンで、で、S2 から T2 が上っていう、こういうパターンですね。で、これだと、重みは下の方の重みの積が0になって、上の方が1になると。こんな感じですね。で、これ計算するとマイナス4になります。いいでしょうか。で、これが、この上の公式の右辺になるわけです。じゃあ実際左辺、まあ、どうなるかっていうと、これは、この M ってまず行列を作る必要がありますね。で、MIJ っていうのは何だったかというと、経路に対する重みの和だったわけです。じゃあ例えば、この左上の成分考えると、これは、S1 から T1 へ向かっていく経路の重みの和を取るわけです。で、経路は3つあります。一番下を通っていくものと、この真ん中上がるものと、初めから上がるものですね。この3つありますね。で、この3つの、重みを見て足し合わせます。で、一番下の経路の重みはこれ 2×1×1 でこれ2になります。で、他のものは、この重み0のこう取っているので、その重みっていうのは積なので0になります。ですね。ということで、左上の成分は2になるという感じで、すべての成分の計算をします。で、そうすると、ここで現れる行列が2、0、0、マイナス2ってことですね。ということが分かって、行列式はマイナス4になると。ということが分かる。で、この2つ一致するということですね。この例はいいですか？分かりますか？何か反応をください。わかるかわかんないかぐらい。いいですか？はい。いいでしょうか。はい。じゃあですね、この LGB 公式、重み付きバージョンっていうのが有用だってことを、今からちょっと見ていくんですけども、あと15分ぐらいで見たいですね。で、なんでかっていうとですね、これによって、そうか、ちょっと今、あったのは何かっていうと、あ、そうか、まあ、これはいいかな。で、これによって何が嬉しくなるかっていうと、行列式そのもの、行列の行列式、あるいはその実行列の行列式っていうものを組み合わせ的に解釈できるようになります。ので、それをやっていきますね。
今、じゃ行列式ちょっと復習すると、行列式ってのは何だったかっていうと、それが今ここに書いてあって、A というのが K×K 正方行列としたときに、その行列式っていうのがここに書いてあるように定義されると。これ今定義を書いてますね。これ定義でした。定義ですね。定義ですね。定義です。定義を書いたんですけども、で、これは実は先ほどの LGV 公式の特殊な場合と見ることができます。なぜか、この下に書いてあって、A に対して右のようなグラフを考え、Si と Tj を結ぶこの重みを Aij とします。何かっていうと、今、こういうグラフですね。これどうやって作ってるかっていうと、今これは K×K 行列で、これ K が3の場合の例ですね。で、何かというと、だから、K が3なので、S1 から S3 っていうのと、T1 から T3 っていうのを作ります。で、そうすると、今、で、その S 側と T 側を見たときに、S 側から T 側に向かって、こう矢印が必ず出ていくようにしています。必ず出ていくようにしています。で、SI と TJ を結ぶ、この重みを AIJ とすると言ってるんで、例えばここだと、S1 と TI を結ぶ個の重みを A11 としています。他のところも書くと、例えば、S3 から T2 へ至る個は、の重みは A3 になる。ですか。で、この A っていうのは、この行列 A から来てるんです。だから行列 A の各成分が、このグラフのどこかの個の重みとして現れるようになります。いいですか。で、そうすると、先ほどの LGV 公式の右辺ですね。右辺に現れていた和ですね。右辺に現れていた和。ちょっともう一度戻りますけども、これここですね。右辺に現れていた和。それを見てみると、これですけども、これはどうなるかっていうと、S シグマ T がありますね。S シグマ、これ T の出ちゃったかな？ないですね。S シグマ T っていうのを考えるとどうなるかっていうと、例えば、じゃあシグマっていうのが、ああ、しまった。シグマっていうのが、例えば、これ1、2、3を、1、2、3を1、3に移す。っていう、時間移動しましょう。で、そうすると、この S1、S2、S3 から T1、T2、3、T1、T2、T3 に対して、この時間に沿うように動くとなると、経路を考えると、それは S1 から T1 に直接動いて、S2 から T3 に直接動いて、S3 から T2 に直接動くっていう、こういう生き方しかないわけですね。で、これはちゃんと非交差ですし、うまくいけてるわけです。で、そうすると、これだけが、この非交差経路として現れてくるので、この経路の組の重みの積っていうのは、取りも直さず、ここに今、ピンクで書いた、この重みの積になるわけです。で、これは、この重みの作り方から、AI シグマ I の積になります。この場合は、A11 と、ここが A23 と A32 ですね。っていう3つの値の積になるわけです。で、そうすると、ここに今現れているこの積っていうのは、上の、式のこの部分にそのまま一致するわけですね。いいですか。で、そうすると、これ先ほどの、もう一度、この、式っていうのは、LGV 公式見ると、この部分ですね。この部分ですが、その部分が先ほどの AI シグマ I の積に置き換わるわけです。そうすると全体として、ちょっと見て、全体として、この、行列式の定義の右辺がそのまま出てくる。ということがわかります。いいですね。ということで、その、LGV 公式、っていうのは、そもそもこの行列式の定義をある意味一般的に書いたようなもの。この右側のようなグラフに対して、LGV 公式を適用すると、そのまんまこの行列式の定義が出てきます。という形になります。いいですか？いいですか？そうすると、今、こういうグラフを作って、考えると、普通の行列式が出てくると。行列の定義そのものが出てくるっていうふうに言ったので、行列式に関する等式とかいうものも、このような、そのなんか、グラフを作って解釈するということができるようになります。つまり、行列式に対する公式を組み合わせ的解釈で
考えることができるようになるということになります。で、その例を一つ今から見ていきます。でですね、まあ、行列式について、まあ、よく使う性質というか、公式として次のようなものがあります。何かというと、正方行列が2つあって、同じサイズのもの A、B があったときに、AB っていうその積が定義できるんですけども、その AB の行列式っていうのは、A の行列式かける B の行列式になりますということになります。で、これは、もちろんその定義を使ってですね、式をいじるとできるんですけども、これはですね、LGB 公式を、もみつけのですね、LGB 公式と先ほどの、なんだっけ、解釈を使うと割と簡単に導けます。で、簡単と言いながら実はちょっとややこしいんですけども、慣れてくると簡単になります。で、どうするかっていうと、ここですね、LGB 公式を用いた証明です。次のようなグラフを考える。で、それが今、左下に書いてあります。で、先ほどのグラフが、この、あって、それをなんか2つつられたようになってるわけですね。で、どのように作ってるかっていうと、なんかこれの左側がちょうど上の行列 A に対応していて、右側が先ほどの上の行列 B に対応していると思ってください。で、なんかこの左側で A の行列式、右側で B の行列式をなんか表しているように、このグラフを作ってます。で、ちょっと読みますね。SI と TJ を結ぶこの重みを AIJ として、TI と UJ を結ぶこの重みを BIJ とします。今、一番左側が S が並んでて、真ん中に T が並んでて、右側に U が並んでて、そういう形になってますね。で、この重みの作り方っていうのは先ほど紹介したものと一緒です。で、そうすると、ここがポイントですね。SI から UJ へ至る経路の重みの和は何なのかっていうと、例えば、じゃあ今、じゃあ S1 から T2 に至る経路っていうのを見てみると、これ3つあります。で、どういう経路かっていうと、T1 を経由する経路っていうのと、T2 を経由する経路っていうのと、T3 を経由する経路、これ3つあるわけです。3つありますね。じゃあ、例えば、じゃあこの今、一番下のですね、S1 から T1 を経由して U2 に向かっていく経路っていうのの、この経路の、この経路の、重みが何なのかっていうことを見ると、これは、この経路の、重みは何でしょうか？やったら、重みはこれ積ですから、A11、B12 になるわけです。ですか？T1 から U2 に向かっていく、この重みは B12 ですね。ですね。この数。で、それを足し合わせてますから、結局それは何かっていうと、経由地点、今この経由地点を TL と書くと、この TL、その L に関する和になります。L に関する和になります。で、AIL、BLJ という積が、この経路の重みとして出てきて、それの和として、この経路の、重みの和が出ます。で、これは、この式じっと見てみると、これは、定理から、行列 AB の大 IJS 成分だとわかります。まあ、そのように行列 AB を積というのはこう定義していたわけですね。いいですか？積の定義からこうなります。いいですか？で、そうすると、このグラフに対して先ほどの LGB 公式を使うということができるようになります。で、それを取ってみてみます。で、例えば今この S1、S2、S3 から U1、U2、U3 に対して、頂点を共有しないような経路を取ってきます。の、その3つ組み取ってきます。今、ここで言うと、赤と青と緑ですね。で、そうすると、今、そういう経路を3つ取っていくんですけども、3つ取ってきますから、その真ん中 T の部分では、これらの3つの経路っていうのは頂点を共有してないわけですね。頂点共有しません。でそうすると、今どうなってるかっていうとですね、今、これは、その、S1 から U2、S2 から U1、S3 から U3 っていうふうな、こういう形になってるんですね。で、これは、だから、色を戻すと、その置換で言うと、シグマっていう置換ですね。その、その出発点、その1、2、3っていうのが、どこに最終的に向かってるかっていうと、S1 は U2 に向かってますから、1は2に向かってるわけです。これですね。で、S2 は U1 に向かってますから、2は1に向かってる。こんな感じですね。で、
U3 って、S3 はどこに行ってるかっていうと U3 に行ってますから、3から3に行ってしまう。だからこういうそのシグマという置換で定められるような飛行差経路を今ここには書いてるわけですね、例として。で、今そういう飛行差経路ってたくさんあるかもしれないんだけども、今ここではその T っていう頂点のところを経由してるわけですね。で、どう経由してるかっていうと、これは、これをどう書くかっていうと、じゃあこの S から T にはどういってるのかってことだけを、ちょっと見てみると、それは、どうなってるかって見てみると、例えばその S1 から T2 に行ったら、ちょっと今使ってたら間違ってるか、S1 から T2 に行ってますね。だから、1から2に行ってて、S2 から T3 に行ってたから、2から3に行ってた。で、S3 から T1 に行ってると。こんな感じになったわけです。だからその T2 のところ、経由するところでは、先ほどのシグマとは違うような置換に沿って、まあ、移動しているというふうに見れるわけですね。で、この置換を今、タウと書きましょう。タウじゃないですね。パイですね。パイと書きましょう。ですか。で、そうすると何を言いたいかっていうと、もともとですね、このシグマに沿って、この飛行差経路全体っていうのは作られてるわけですね。だから、今この飛行差経路っていうのは、ここに書いてある、N シグマ U の要素なわけです。この、飛行差経路の組っていうのは。で、まあ、それを今、ここでは、太文字 P と書いてます。で、このように、この NS シグマ U、S からシグマ U に向かっている飛行差経路を一つ取ると、その途中のところで、この T のところを通るわけなので、その T にと、を通るところまでの置換っていうのがなんか一つあって、パイっていうのがあって、その、パイに沿って S から T に行く部分も飛行差であり、なおかつ、その後ろの部分も飛行差である。あって、それらをつなげたものとして、この全体の飛行差経路ができるということがわかります。それを書いているのが、ここの部分ですね。もし言うと、その S からシグマ U に向かっていく飛行差経路があったときに、それを T において分割すると、前の部分は別の置換、パイに沿って、飛行差経路が作られます。で、後ろの部分も、なんか別の、置換に沿って、T から U に向かっている飛行差経路が得られるんですけども、そこの何かの置換に沿っていって、それは、まあ、ちゃんと計算すると、シグマとパイインバースの、合成になります。ってことがわかります。で、そういうものをつなげることで、この P という飛行差経路の組が得られるということがわかります。で、この前半の部分の飛行差経路のことを今ここで Q と書いて、後ろの部分の飛行差経路のことを今ここ R と書いていると思ってください。いいでしょうか。で、逆に、その前の部分のこの飛行差経路の組と、後ろの部分の飛行差経路の組があったら、それらをこの図にあるように、つなげることで全体の飛行差経路の組ができるという形になります。それがこの下に書いてあるわけです。いいですか？でそうすると、それは何かっていうと、で今は、ここは、この π っていうのに従って、この t っていう真ん中を通ってるっていうふうに言ったんですけども、この π の選び方はこれ自由なわけです。どのようなこの置換を選んでもうまくこの、つなげることで、飛行差経路が得られます。から、これ一対一対応があるんですね。こんな感じですね。その S からシグマに沿って U に向かっていくような飛行差経路の組っていうのは、π の選び方を全て考えたときに、その S から πt に向かっていく飛行差経路と t からシグマと π インバースの合成 u ですね。に向かっていく飛行差経路の組を全て集めてきたものの間でうまくこう一対一対応が作れるということになるわけですね。ここまでいいでしょうか。まあ、ちょっと難しいかもしれないんだけども、ちょっとここは割となんかフォーマルにやってるんで、フォーマルという割には日本語ですけども、で、あとは計算していくだけになります。じゃあ、実際計算していきますね。LGB 公式、その大道式バージョンがあったので、それに従って、ここでは、式を書いていて、これ何かっていうと、その、先ほど作ったグラフから、AB の、行列式っていうのは、その S から U に向かっていくところを考えれば、それでわかる。
で、A の行列式っていうのは、その途中にある T のところまでの見方と考えればわかる。で、B の行列式は T から U に向かっていくところだけ考えればわかる。という形で、これそのまま公式を当てはめただけですね。で、今からやっていくのは、目標は、この AB の行列式が A の行列式と B の行列式の式になるということを示す、証明するということです。ですね。だからあともうこれ計算してるだけなんですけども、じゃあちょっと計算も見ますが、こんな感じですね。まあ、AB の行列式の定義をそのまま書いて、先ほど1対1対応があるというのを言ったので、それぞれの P に対して、その1対1対応を使って、真ん中の経由するところの、時間、π を全部考えて、その通り方、Q と R も全部考えて、その経路の積を取るという形で、この上の式は書き換えられますということが、先ほどの1対1対応からわかります。で、その下のイコールは、これ、たくさん和があるので、それを、変形したというか、順番を変えただけですね。ということになります。で、今はですね、ここにちょっと見づらい、このシグマとパイインバースの合成っていうのがあるので、これを今、タウと置くことにします。で、タウと置くと、まあ、こんな感じで書き換えられるというのが得られます。それ今ここですね。ちょっと今、早くやってるっていうのは自覚してるんですけども、ここら辺はじーっと後で見ていただければわかると思うので、後でまた復習してください。で、そうすると、2番目から3番目のところはどこが違うかっていうと、この符号のところを分けたわけですね。ここだけ違います。ここだけ違います。でそうすると、今、それをですね、ここ和が4つあるんですけども、それをですね、π に関わる部分と、τ に関わる部分に分けてます。でそうすると、めでたく、この前の部分が、はじめに示した A の行列式で、後ろの部分が前に示した B の行列式と等しいということが分かりまして、目標としていた公式が出てくるという形になります。よろしいでしょうか。まあ、よろしくないと思うんですけども、ちょっと早くやってるんで、いいでしょうか。まあ、こんな感じになります。細かいところはまた見ておいてください。で、こんな感じで、いろんなその行列式に関する公式というのが、この LGB 公式を通して、組み合わせ的に解釈できたり、あるいは組み合わせ的に証明できるようになります。でそういうような例をもう一つ挙げて、から休憩したいと思うので、それを挙げますね。で、なんでかっていうと、これを今日使うからです。今日の残りで使うからです。それ、ビネ公式の公式と呼ばれているものです。で、これ何かっていうと、AB っていう行列があるんですけども、この行列は正方行列ではないと思ってください。N かける M 行列、N かける N 行列で、まあ基本的に、まあ、考えている状況っていうのは、M の方が大きいっていう状況を考えています。M の方が大きい状況を考えています。と思ってください。イメージとして。でそうすると、ここに書いてある式が得られて、何かっていうと、まずその AB っていう、行列の、そうかそうか、ちゃんと言わなきゃいけないのは、A が N かける M 行列です。で、B が M かける N 行列。これ後で例出しますね。で、その AB っていう式がこの場合定義できるんですけども、その行列式というのは、ここに書いてあるようなもので定義され、計算できますと言ってます。で、それ何かというと、この A、括弧星 S っていうのがあるんですけど、これ何かっていうと、列をこの S という、添え字に制限して作ったような行列だと思います。だから今、A っていうのは、N かける M 行列なので、列の方が多いんですね。だから A っていうのは、なんか、こんな感じなんです。こっち側、N 列、N 行あって、M 列あって、そういう感じなんですね。で、この中から S っていう列の添え字集合を取ってきます。ただし、S の要素数 N です。だから、今この A っていう行列から S 分だけ列を取ってきて、ここのその小行列を考えます。この小行列を今 AA を CS と言っています。この S っていうのはその飛び飛びに選んでいってもいいです。N 個選べれば何でもいいです。でそういう風にして選んだものがこの AA を CS です。で、これ正方行列ですから、それは行列式定義できるわけです。で、同じように B の方は
何かって、これ B の方、これ M かける N 行列なんで、B の方は、どちらかというと、縦長の行列なんですね。縦長の行列で、こっち側が M で、こっち側が M。で、これも同じように、その S っていう、そういう実習を今度は行の方から取ってくるわけです。こんな感じで。で、取ってきてできる小行列が BS 星です。で、この S っていうのは、同じなんですね。同じ、その数字を取っていくっていうのが重要で、で、同じ数字を取ってきたところの行列式の積を取って、それを全ての S の選び方で和を取ると。そうすると、こうなります。AB の行列式になります。というような話です。で、これ先ほどですね、行列の積の、行列式を LGB 公式を使って証明したんですけども、これも実は同じように証明できます。LGB 公式を使うと。何が同じなのかってことを考える必要がありますけども、同じように証明できますので、演習問題にしますね。で、ちょっと例出します、今から。例えばこんな感じですね。今これ、N が2で M が3の場合書いてまして、そうするとこれは、2×3 行列っていうのが A で、3×2 行列が B です。そうすると、今、下にこのビネ公式の公式、もう書いてますけども、どういうことになるかっていうと、この S は、この N が2なので、この A のこの3列の中から2列を選んでくるわけです。で、例えば、じゃあちょっと今、列に数字をつけて、1、2、3。B の行にも1、2、3っていうのをつけていくと、例えば、この初めの部分ですね。この積っていうのは、S が1、2の場合に対応する積です。つまり、この A っていう行列から1、2のところを取ってきて、B という行列から1、2のところを取ってきて、作られるのが、この S1、2に対応する、S が1、2の場合に対応する行列式になります。ですね。で、ちょっと色変えて、例えばですね、じゃあ2つ目のところどうなってるかっていうと、これは、S が1、3の場合に対応します。だから1と3の部分を選んできて、行列式取ってきて、B の方も1と3のところを選んできて、行列式取ってこうですね。いいですか？で、同じように、一番最後のところっていうのは、これは、S が、2、3の部分ですね。の部分も取ってきています。で、そうするとちょっと、あんまり重ねて書くといけないけども、じゃあ、2、3の部分、そこですね。を取ってきて、持ってきたら、この行列できるということになってるわけですね。で、その形で、実際に、この AB という行列の行列式は計算できますよということを言ってるというのが、このビネ公式の公式です。じゃ、これちょっと後で使うので、じゃ、ちょっとこれをちょっと眺めながら、聞いていきますね。これで、前回、もう残りの部分、これ終わりになるんですけども、いいでしょうか。よろしいでしょうか。で、ちょっと、じゃこれ見ながら休憩しますね。じゃあ、ちょっと2分休憩するんですけども、ちょっと、時計出しちゃうと、これ見えなくなっちゃうね。ちょっと時計は出すけども、じゃあ、小さめに出しといて、小さめに出せるか。小さめに出せる。そうですね。小さめに出しといて、じゃあ、2分、休憩して、ちょっとこれ見ながら、休憩にしますね。じゃあ、2分経ったら、今回の内容に入ってきます。
はい、それでは休憩を終えまして、よろしいですか？何か質問ありますか？これ前回の残りだったんですけども、今日の内容はですね、またその行列式を話したんですけども、それを使って全機器の数え上げをしようということをします。で、これは初回に、予告した内容なんですけども、ちょっと、すべてなんか証明をちゃんとやっていこうとすると、終わんないので、割と、今日は雰囲気で流すような感じになります。それで、ちゃんとした証明は練習問題って形にしますので、証明できそうなぐらいの、雰囲気は全部お伝えするつもりではやっていきます。で、どういうことをやりたいのかというと、まず色を下ろしますね。どういうことをやりたいのかというとですね、全域に数えるんですけども、それを行列式を用いて行えるようにしたいと。で、そもそも全域って何なんだっていうことは、皆さんご存知だってことも、ちょっとここで仮定してるのでいきませんけども、途中でそれ出てくるときにちゃんと説明します。ちゃんと簡単に説明します。で、そのためにですね、どういうのを考えるかっていうと、まず、向こうグラフを考えるんですけども、向こうグラフっていうのは、この辺に向きがついてないようなグラフで、で、その時にですね、ラプラス行列っていうものを定義します。で、それはですね、ここに書いてあるように定義される行列で、まず何をまず見なくちゃいけないかっていうと、これはですね、V かける V 行列です。言ってるものは何かというと、行列の行と列は、このグラフの頂点で、数字付けされてます。今、この下の例だと1から6っていう頂点があるんですけども、その頂点が、この、行の数字と列の数字として出てくるというわけです。で、この行列の各成分はどうなるかっていうと、だから、今、LUV と書いてるんですけど、この U と V というのはこのグラフの頂点です。ね、で、U と V が等しいとき、つまりこの対角成分ですね。対角成分はこの U という頂点の次数になります。次数っていうのはその頂点に接続する辺の数ですね。例えば、4っていう頂点を今見てると、この頂点には2つ辺が接続してますから、44成分、これですね、になります。ですか。同じように、例えば6っていう頂点を見ると、3つ辺が接続してますから、66成分のこれ3になります。いいですか。で、その他の場合ですね、その他というか、その次の場合、UV っていうのは辺の場合、いや、これマイナス1にします。例えば、3、4成分、これマイナス1ですけども、なんでかっていうと、3と4の間に辺があるから。いいですか？そうすると、3と4の間に辺があるっていうのと、4と3の間に辺があるってこれ同じですから、この行列は、今のところですね、こんな感じになってると。わかります。いいですね。あと、その他のところはこれ0です。例えば、2、5成分0ですけども、単にところ2と5の間にこれ辺がないからですね。で、そうすると、これちゃんと行列が一つに定まります。グラフに対して。で、これがラプラス行列です。いいですか？定義はいいですか？定義はいいですか？これ使っていきます。なんでラプラス行列と呼ばれるのかっていうと、皆さん、拡散方程式とかって、で、こういうことを話をしてると終わんないわ。拡散方程式とかって多分、知ってると思うんですけど、知らなかったら別に構わないです。で、拡散方程式解くとき、離散化しますよね。離散化しますよね。難しいですけども。離散化しようとしますよね。だから、ラプラス方程式ですね。離散化します。じゃあ、するとしましょう。だから、じゃあ、一次元の拡散方程式解こうと思ったら、じゃあ、なんか、境界条件あって、なんか、この上で、なんか、拡散するというような感じのことを考えますよね。で、そうすると、これなんか、数式計算的に、なんか、離散化しようとすると、ここから、こういうグラフ出てくるわけです。これでは見れてますね。これよく道とかパスとかって言いますけど。で、離散化したときに出てくる、この拡散方程式の拡散方程式を離散化したときに出てくる係数行列が、これになります。ということですね。中心差分ってですかね。これになりますね。ってことから、ラプラシアン、あ、だからラプラシアンって呼ばれたり、ラプラス行列と呼ばれると。ということになってますね。だと思います。だと思います。あ、そうか。だから、そういうものを
その、このまあ一次元の拡散方程式は、こういうその3つとか8とか呼ばれるもののグラフのラプラス行列が出てくるんだけども、なんかその、なんかグラフの上で拡散とか考えたかったら、ラプラス行列が出てくるということになります。はい。まあ、それは置いといて、で、これ使います。で、もう一個重要な行列、今日出てきました。それ何かっていうと、接続行列と呼ばれるものです。で、これは、有効グラフを考えます。今日の設定が有効グラフを考えます。有効グラフなので、まあ、変人向きがついているというわけですね。これ、個と呼ぶと。ことにすると、で、これはどういう行列かっていうと、V かける A 行列です。だから、行の方は頂点でラベル付け、符号、添い字付けされていて、列の方は個ですね、有効編で添い字付けされています。添い字付けされています。今、ここには A から H っていう個がありますから、A から H という個で、列が添い字付けされています。添え字付け。通じてないかもしれない。さっきから言ってる場合には。そう。添え字付けされてます。添え字付けするっていう日本語があるのかどうかわかんないんですけども、インデックスするっていう、英語をただ今訳してるんですけども、インデックスするっていう英語のいい日本語訳がわかんないので、今添え字付けされています。言ってます。はい、それで、どういうふうに定義するかっていうと、まあ、この B、V、A といったら、つまりこの V は頂点で、A は個なわけですね。で、ここにあるように、成分はプラス1かマイナス1か0で、V が A の主、支点だったらプラス1、終点だったらマイナス1とします。終点してなってないかっていうと、まあ、A っていう個があったら、後ろ側が支点ですね。まあ、とか出てっていうところが支点で、入ってるところが終点です。例えば、今、この3と4を結ぶ、こう、C っていうのがありますね。ここに。そうすると、3は C の支点ですから、3C っていう成分、これプラス1になります。で、4は終点ですから、4C っていう成分はマイナス1になります。そうすると、この C に対応する列見ると、プラス1が1個あって、マイナス1が1個あるっていう形になっているというわけですね。別の形、どの列見てもなってます。今、F 見ましたけども、F は、6がプラス1、1がマイナス1なので、6は、F は6から1に向かって、矢印を入れてると。いう感じになってます。いいですか？いいですか？で、なんで、この有効グラフの接続行列っていうのを、導入するかっていうと、これ、ラプラシアン、ラプラス行列と深く関係があるからです。で、これちょっともう例でやっちゃいますけども、今、この、有効グラフの接続行列とその点値を見ます。それを今書けました。で、書けるとこうなります。で、これラプラシアンになります。ラプラス行列になります。ラプラス行列は何かっていうと、この有効グラフの、その、個の向きを無視した形でできる無効グラフのラプラス行列になります。で、なんでかっていうと、まあ、じゃ例えばですね、まずじゃ対角線を見てみましょうかね。対角線、じゃ例えばここ。22成分ですけども、22成分。これ3なんですね。なんでかっていうと、あ、まず、これラプラス行列のこれ3になります。なんでかっていうと、2の次数が3だから。で、これは、その行列の積としてどこを見てるかっていうと、ここですね。この行と、この列の内積を取ってるわけです。で、内積を取ると何が出てくるかっていうと、この2っていう頂点に対して、今この、この1かマイナス1が出てくるところというのは何に対応するかっていうと、この2に接続している個のところでマイナス1かプラス1が出てきています。いいですね。で、これと同じものがこの B 点値の方で出てきているわけですね。だから、この内積を取ると、マイナス1かけるマイナス1、これプラス1になるわけです。だから結局、この2つのベクトルの内積を取る、内積というか、積を取ると、マイナス1に対応するところから1が出てきて、プラス1に対応するところから1が出てきて、0に対応するところから0が出てきて、足し合わせるので、結局、接続している辺の数、3が出てきます。いいですか？これがその対角成分の説明ですね。で、対角成分じゃないところを見てみると、どうなってるかっていうと、例えば、
どこを見るかというと、じゃあ、例えば25を見ましょう。25、ここ。これ0ですね。25は。25です。で、今この2と5の間には、点、矢印がないわけです。で、そうする、で、っていうのが、まずラプラス行列における見方ですけども、この積でどう見るかっていうと、B の2行目と、点値の5列に見るわけです。で、そうすると、今、これ、積を取るわけですけども、その1とかマイナス1がある場所と0がある場所っていうのが、合ってないわけですね。どういうふうにこの積を取っても、1とかマイナス1これ出てこないわけです。なんでかっていうと、2に、接続している辺が今 A と B と G なんですけども、そのどれらは、そのどれもが5と接続していないからです。5という頂点と接続していないからです。5と接続している頂点は、D と E と H なんですね。だからそれらが全然別々なので、この内積を取ってもこれ0になります。ですか？だから、この25成分これ0になるという形になっていて、それはラプラス行列で欲しかった性質と等しいわけですね。じゃ一方で、じゃ例えば、マイナス1のところになりますけども、マイナス1のところ、じゃ例えば、ここですね。これは53。53っていう成分を見ますと、53っていうのは、この中で、ちゃんと辺がある部分になっていて、それは、この積ではどうなったかっていうと、この3と5の積を取るんですけども、それは、この3と5を結ぶ、辺である H のところでは、片方がプラス1、もう片方がマイナス1になります。必ず。なんでかっていうと、3という頂点が、この H という、この支点であって、5という頂点が、この H という、この終点になっているからです。だから、支点側でプラス1になっていて、終点側でマイナス1になっている。だから、で、他のところは全部、合いませんから、合わないっていうのは、積0になりますから、このプラス1とマイナス1の積であるマイナス1が、このラプラス行列の成分として出てくるということになって、つまり、BD と BD の点値の積っていうのは必ず、その D の向きを無視した向こうグラフ G のラプラス行列になります。ということが、こんな感じで言えます。いいですか？で、これが重要なことになって、一応、演習問題、これ演習問題にして、これなんかしまったな、これは、証明の流れを説明したものなので、その通りに説明、証明してもらえば証明書けます。で、何かっていうと、もう一度言うと、こっちの中、G から始めてますけども、向こうグラフがあって、G が。その各辺に向きをつけた有効グラフを考えます。G ですね、それが。そうすると、LG イコール BD、BD 点値が成り立つということになります。いいですか？その説明を今までしてきたという感じになります。で、これを使って、人気の数え上げっていうのをやることになりますね。で、それが、残りの時間でやりたいことで、これを30分ぐらいでやっていきたいと思ってます。で、これ初回に挙げたスライドと同じなんですけども、頂点数での完全グラフ KN に人気比がいくつあるか。人気比っていうのは、連結で経路を含まないグラフのことです。で、ちなみにじゃあここで言っとくんですけども、頂点数、N のグラフの人気比の辺の数っていうのは、必ず n-1です。これ後で使うかもしれないので、ちょっと言っておきますね。で、そうすると、例えば、今、ここに書いてある、これ、頂点数3の完全グラフの全域に全部書いてますけども、この場合、辺の数が2になるわけです。で、こっちですね。こっちの方は、頂点数4の完全グラフの全域を全部書いてまして、この場合、辺の数は3になるわけです。3になるわけです。じゃあ、辺の数を3の辺の数3になるように辺を選んでくれば必ず全域になるかというとそうではなくて、例えば、今、こう、グラフがあって3本ならこんな感じで選んでくると、これは全域じゃないわけです。なぜかというと、経路を含んでますからね。いいですか？だから、どういうふうにその3つ n-1 個の辺を選んできても良いわけじゃなくて、ちゃんと経路ができないように n-1 個辺を選んでくる必要があります。
そうか、逆に、N 引く1個辺を選んで、そこに経路がなければ、それは人為技になります。ので、まあ、うまく N 引く1個の辺を選んで、経路を作らないようにしたい。で、そういうような辺の選び方は何通りありますかって、まあ、そういう問題だと思ってください。まあ、特にそれが、その与えられたグラフの中から辺を選ばなくちゃいけないという形になっています。で、これ実際数えてみると、まあ、ちょうど2の場合には1通り、3の場合には3通り、4の場合には16通りって感じになっていて、まあ、この数列なのかってことをちょっと考えたいってことになるわけですね。はい。で、それを線形代数を使ってやっていくってことを今からやります。で、もう先にちょっと、どういうことをやるのかってことを言っちゃうんですけども、これ、K4 のラクダス行列です。K4 っていうのは先ほどの書き方で言うと、これですね、4つ頂点があって、その間すべて辺で結ばれていて、まあ、こういうグラフですね。これ K4 です。ラクダス行列作りました。で、それに対して、ここに書いてある L11 というのは何かっていうと、上のラプラス行列の1行目と1列目を除去した行列です。除去するんで、この行と列は無視します。無視しましょうか。まあ、取り除きます。何もせずに取り除きます。ですね。基本権限じゃなくて、何もせずに取り除きます。そうすると、この下にあるような行列出てきますね。で、実は、これの行列式を計算すると、なぜかわかんないけども、そのグラフの全域のソースが得られます。で、こういう仕組みじゃなくて、こういう結果になります。で、なんでこうなのかってことを今から説明していきます。いいでしょうか。やるのは何かっていうと、グラフがあったら、そこからラプラス行列を作ります。で、ラプラス行列の1行1列を無視します。実はこれどの行、どの列を無視しても実はいいんですが、説明が簡単なので、1行1列にします。で、1行1列無視した行列を作って、その行列式が実はそのグラフの人均の総数になる。はあ、って感じですね。いいでしょうか。まあ、これさえ分かっておけば、あとは、あと今からする話は、なんでこうなるのかっていう話なので、まあ、それをちょっと分かってほしいんですけども、なんか、結果だけ使いたいっていう人は、もうこれで今日おしまいです。はい。だからこんな感じで、全域の総数っていうのは簡単に求められてる。簡単な、まあ、何が簡単か分かんないけども、だから、プログラムの反応に書きます。プログラムはね。ということになります。で、まあ、一応言っとくと、これ、行列式定理とかっていうふうに言われますけども、これ、キルヒコフなのかな？ちょっと。あ、だからそう、キルヒコフっていうとですね、電気回路の人として、皆さんなんかキルヒコフの法則とかって聞いたことあると思いますけども、グラフの話とですね、電気回路の話っていうのは非常に密接に関係してるんですね。だいたいその、なんだろうな、グラフ理論の初期とかっていう言い方はちょっといけないかもしれませんけども、まあ、伝統的なグラフ理論は大体ですね、電気回路の応用として語られることが多かったんですね。で、特にこの、なんだっけ、全域の総数っていうのは、その電気抵抗の計算とですね、非常に密接に関わっていて、まあ、重要なんですけども、だからまあ、キルヒコフという名前が出てきても、あんまりまあ驚かないんですね。まあ、それを置いといて、定理は何だというと、全域の総数は先ほど言った、ラプラス行列の1行1列を取り除いた行列の行列式に等しいです。で、証明の流れをします。証明そのものをちゃんと書くのは演習問題ですけども、今から説明するのは流れです。まずは、この対象となっている L11 ですね。そのラプラス行列から1行1列を取り除いた行列っていうのは、ある行列の、と、その行列の、点字行列の積になる。で、この BHD ってのは、実はその先ほどの接続行列から作られる行列です。これ何なのかと後で説明します。で、そうすると、やりたいのは、この L11D の行列式を求めるということなので、その1番のところのことを、認めると、これはなんか B1D、B1D 点字っていう2つの行列の、積の行列式になるわけです。で、そうすると、ここに対して、さっき、前半でやったビネ公式の公式っていうのは適用できるようになります。で、それをやるっていうのが、割とキーポイントになります。で、ビネ公式の公式もすでに忘れてると思うので、また復習します。はい。
で、そうすると、この BHD っていう行列の行列式を見る、小行列式を見る必要が出てきます。ので、それとうまく実は全機器が対応するっていう話になっていて、それを最後にやります。という流れになります。じゃあ、まずはじめに、この BHD が何なのかということを説明しますね。で、何かっていうと、先ほどですね、この LG、ラプラス行列は、向きをつけたグラフの接続行列とその転記の積に等しいということを言いました。ですね。で、BHD と言ったら、この BD という接続行列から第1行を削除した行列を持ってください。第1行ですね。第1行を削除した行列を持ってください。で、そうすると、この上の等式を証明した時の形と同じような形で、L11G が BHD と BHD の転記の積だということがわかります。まあ、これは、割とその、行列の話だけで出てきます。行列の話だけでグラフ関係ないです。なんか、上のような等式が成り立っているようなところから、一行一列取り除いたら、こんな形になると。ということは、行列だけの話でわかります。グラフ関係ありません。で、まあ、これ使いましょうと。だから今重要なのは、この BHD っていうのは、BD から第1行を削除した行列であるということですね。で、そのようにして作ります。で、そうすると、成り立ちます。ですか。で、これに対して、じゃあ、ビネ公式の公式を適用しましょう。とやります。で、ビネ公式の公式、これですね。だから、そうか、だから、言っとかなきゃいけないのは、BHD って今言ってるんですけども、これは、どういう、行列かっていうと、行は、D の頂点に対応してて、頂点に対応してんだけども、ただし、1個除去してですね。頂点は。この1行削ってますから。B の頂点。で、列の方は、D の子に対応しているということになるわけです。まあ、そういう行列です。はい。だから、何かっていうと、行の数は頂点数マイナス1になってます。ですね。BHD の。BHD の行の数は頂点数マイナス1です。で、ビネ公式の公式を適用すると、どうなのかというと、まあ、こういう式があります。何かっていうと、BHD で、その星 S っていうのをこうつけてる形になるんですけども、S の、要素数っていうのは、もともと、この、A という行列の行の数に等しいので、この今 BHD の行の数っていうのは頂点数マイナス1ですね。だから S の要素数は頂点数マイナス1になります。ですか。で、そのように選びます。で、BHD の転記の方もそうです。ですね。そうすると、今、ここに書かれているのは、BHD の、列をいくつか選んでいるものと、BHD 転記の行を選んでいるんだけども、同じ S で選んでますね。同じ S を取って選んでますから、で、それの、だから、転記、すみません。後ろの方は、転記したもので列選んでいる。行を選んでいるんですね。そうすると、これは前の部分と全く同じ行列になって、じゃなくて、ちゃんと言わなきゃいけないっていうのは何かっていうと、この部分っていうのは、実際は B1D から、S に対応する列を選んできたものの転記と、これ等しくなります。いいですね。で、今思い出してほしいのは何かっていうと、任意の正方行列、X に対して、X の行列式と X 転記の行列式っていうのは同じです。つまり、この2つ書かれている行列式っていうのは全く同じ値になります。この原理から。つまり、ここに書かれているのは、その前の部分の行列式の2乗になるわけです。これの2乗になります。ですか。だからどうなったかっていうと、BHD って行列があって、そこから S に対応する列を選んできます。で、そこに現れた小行列の行列式の2乗を考えて、それの和を取ると、左辺になります。ということですね。いいですか？ちょっと早いかな？ちょっとここは待とうかな？いいですか？なんか反応をください。いいでしょうか？まあ、冷静になればわかると思うんですけども、皆さんが冷静かどうかというのは、この朝の早い段階では私は判断できないので、
皆さんの冷静さも。だからこれなんか皆さんの多分生活にも依存してると思うんですけども、この時間帯が朝の早い時間帯なのか、夜のすごく遅い時間帯なのかってことは、皆さんの生活に依存するので。いいでしょうか。やりたいのは何になるかっていうと、ここに書かれている、この、何かわかんない、今のこのね、よくわかんないこの行列式の2乗っていうのは何なのかってことを知りたいんですね。で、S は、要素数が頂点数マイナス1になっていると。ということが重要ですね。だから頂点数が、要素数頂点数マイナス1の列を選んでいきます。この B1D っていう行列から。で、その行列式が何になるのかってことを今から冷静に考えます。それはこれですね。だから今、先ほどの証明の流れで言うと、今1番、2番はもう終わりました。で、あとは、この B1D の商業列式。今、ここで言ってる B1D の商業列式っていうのは、今までの言い方で言うと、B1D の、星 S ですね。まあ、これのことを指しますね。それと G の全期を対応させるというふうに言ってます。で、じゃあ先に言いますけども、これどうなるかっていうと、これは、次に書いてるかな？書いてなかった。じゃあ先に言いますね。これ何になるかって、これは、実はこれが、プラスマイナス1か0になるんですけども、この S が、全期に対応するときに、プラスマイナス1、どちらかになります。で、そうでないときには0になります。で、これ、プラスマイナス、S が全期のときに、プラスマイナス1になるので、つまり、2乗は必ず1になります。もう一度言いますね。S が全域に対応する場合、この行列式はプラスマイナス1になりますから、この行列式の2乗は1になります。そうすると、前の式に戻ると、この2乗は1になります。S が全域に対応するときには。で、そうじゃなかったら0なので、この和というのが全域の総数に一致することになります。という仕組みです。これは仕組みです。これ仕組みです。そういう仕組みになってます。で、じゃあなんでそうなのか。これですね。なんでそうなのかってことを今から説明していきます。で、今からまあ説明するんですけども、この説明を紐解くとちゃんと証明が得られます。で、どうするか。じゃあまず S が全域に対応する場合の話をやっていきます。これ今、じゃあ例でやっていきますね。まあ例でやると大体わかるんで、例でやります。例えばこんな感じですね。今この A、B、C、G、D っていう5つの辺を選んできて、この5つの辺に対応する部分を S としましょう。だから今この場合 S が A, B, C, D, G になってるんです。今これ頂点数6ですから、これちゃんと頂点数マイナス1個の列を選んでるわけですね。で、列っていうのはこのグラフのここに対応するわけです。で、今選んでるところはちょっと今赤くしてます。いいですか。で、ここだけを選んできて作った商業列式がこれですね。で、これ実際計算するとこれマイナス1になります。この商業列式。で、なんでこれがマイナス1になるのかってことを今から説明します。今ですね、この全期値を取ってるので、全期値の性質っていうのを考えます。で、全期値にはですね、必ず波というのが存在します。これ書いておきますね。全期値には必ず差が2つ以上存在します。頂点数2以上のグラフもですね、ちょっと。ではでしょうかね。濁いっていうか、ちょっと日本語が荒れてるんで。もともと初めから頂点数が1だったら、パー2つ取れないので、だからまあ、頂点数2以上のグラフ考えますけども、そうすると全期には必ずパーが2つ以上存在します。で、今、このグラフの例では、まあ、1と6と5が派ですね。で、何をするかっていうと、その派に対応する行を取っていきます。何を言ってるかっていうと、ここに書いてありますね。行っていうのは頂点に対応するんですね。今、2、3、4、5、6って今、頂点に対応してるんですけども、で、差が2つ以上あると、まあ、そのうちの1つは1かもしれないです。けども、そうじゃない、1以外の差っていうのは必ずこの2、3、4、5、6の中にあるわけです。で、その中で今、ここでは5を取ってきましょうということをやってます。これは、これ5ですね。5を取ってきてます。
で、そうすると何が出るかっていうと、あ、で、まず、8っていうのは何なのか、ちょっと説明しませんが、8っていうのは次数が1の頂点です。だから、この今5っていう頂点には赤い辺が1つしか接続しないわけですね。いいですか？で、そういう頂点が必ず存在します。で、そうすると、今ここ見てみると、5っていうのは葉だから、この頂点に対応する行を見てみると、そこには、1かマイナス1が1箇所にしか現れないわけです。それがこの5に接続している辺、個に対応するわけですね。だからこの場合は、これ D ですね。これ D っていう、今これは、ここは A、B、C、D、G に対応している列を持ってきているんですけども、このマイナス1っていうのは、5という頂点が D という辺にしか接続してないってことを表したわけです。で、他の部分が全部0です。他に、この人為的において5という頂点は裸だ。で、そうすると、この行においか関して基本変形ができます。あ、基本変形をすると、どうなるかっていうと、ここら辺は全部これ0なので、それに対応する項全部消えていって、マイナス1に対応する項だけが残ります。で、マイナス1が前に出てきて、前に出したら、この D に対応する列と5に対応する行を消して、残った部分の行列式がここに現れるわけです。ですからさ、これ基本変形してます。基本変形っていうのかな？基本変形でいいと思うんですけども、余因子展開の方がいいか。余因子展開でしょ。余因子展開します。でも余因子展開皆さんわかんないかもしれない。これ余因子展開してます。余因子展開ってわかりますか？余因子展開わかんない人、ちょっと言ってもらえますか？あ、言うか、なんかジェスチャーで示してください。いいですか？余因子展開するとこういうふうになります。で、そうすると、今じゃあ、ここに、この残ってる行列式があるわけです。で、これ、どういう行列式になってるかっていうと、これは今、5に対応する行と D に対応する列を取り除いたので、この行列、残った行列式はどういうふうになってるかっていうと、列は残ってる、なんか ACC になってる、AB ですね。A、B、C、G に対応していて、頂点の方が5と除いたので、2、3、4、6に対応することになるわけです。いいですか？で、そうすると、これはこの、今、始めた全員記事を見てみると、これ何に対応するかっていうと、5と D っていうものを取り除いたところの木に対応するような行列がこう今残っているという形になるわけですね。で、そうすると、これは、このグラフから5を取り除いたグラフの全員記事が今得られているということになるわけです。なんでかっていうと、1個頂点を減らしたら、選ばれている辺の数が1個減って、もともと平路なかったから、取り除いても平路はないわけですね。だから、この残っている部分の全域で今得られているという形になります。そうすると、この残っているところの頂点数はやっぱり2以上だったら、これまだ人為なので、必ず差があるわけです。で、その差を1個取っていきましょう。今これ6取ってます。これは6。で、それでこの6に対応する行を見ると、やっぱり1かマイナス1が1箇所にしかなくって、これは全部0って形になってます。で、そうすると、先ほどと同じように余因子展開ができて、余因子展開を行うと、今選んだ行に関する余因子展開を行うと、この6行目と6に対応するこの列は G ですね。G に対応する列が消えた、行列式が残ります。これ、この部分ですね。が残ります。で、これ繰り返すわけです。で、そうすると、じゃあ次またこの6っていう頂点を取り除いたグラフ考えましょうと。で、こんな感じになります。そうすると、またこれは残ってる部分の全積になっていて、もうやっぱりまた差があるわけです。で、これ今4っていう差を取ってきています。そうか、今ここに現れている、行列式がちょうど元の行列のここにありましたと今書いてますね。で、これ選ばれているのは C っていう頂点に対応する、行です。で、そうすると、やっぱりこれは葉だから、その行を見てみると、1とマイナス1が1箇所にしか出てこないというのがわかります。ので、また、さっきと同じように余因子展開すると、
この C に関する行と、C じゃないですか、すみません。4ですね。4に対応する行と C に対応する列を消したものが残ってくるという感じなわけです。で、これまた繰り返します。で、繰り返すと、今度は、2個の辺だけからなる木が出てきて、その、幅は1と3なんですけども、まあ1もともとないから、その3の方を選んで同じことをやるという形になって、最終的に、マイナス1か1っていうのの積が前に出てきて、最終的に、1かマイナス1の行列積が出てきます。これちょっと、マイナス1ってこれは何かっていうと、これ1かける1行列です。1かける1行列。の行列積が出てきます。で、最終的に1だけの1かマイナス1が残るので、これ最終的に、この場合はマイナス1というのが、結果として出てきます。この掛け算の中で出てくるものは、マイナス1か1であるので、最終的な答えは必ずマイナス1か1になります。いいでしょうか。これがその全域に対応する場合の話です。まあ、雰囲気しかお伝えしてないですけども、こんな感じで全域に対応していると、この行列式の値っていうのは必ずマイナス1か1になります。早い。ですか？いいですか？今言ったことを、ちゃんと文章で書くと証明になります。じゃあ、皆さん後で自分で考えてみてくださいね。いいですか。で、一方で、じゃあ、全域に対応しない場合、だから頂点数引くマイナス1個、辺を選んでくるんだけども、そこに経路がある場合、この場所の AGF っていう、今経路がある、まあ、なってますけども、その場合は、それに対応する、だから、こういうのはもちろん書くと、S が A、B、D、F、G の場合ですね。で、それに対応する部分選んでくると、行列式0になります。で、この場合実際計算すると0なんだけども、じゃあ今から説明するのはこれなんで0になるのかってことをもう少し証明っぽく、証明できるように書きますと、これなんでかっていうと、この A、この今、これ平があるわけですね。A、G、F の部分。で、じゃあこの A と G と F に対応する、A と G と F に対応する、この、列を持ってきます。列持ってきます。A、F、G ですね。で、そうすると、これ足し合わせると、これ0ベクトルになるんです。なんでかっていうと、この A の一番初めの、行に対応するのは、これは、頂点に対応するわけですね。で、頂点にっていうのを元のグラフで見てみると、これ A が入ってきて、G が出ていってます。ですか？だから A が入ってくるところにマイナス1っていうのが出てきてて、G が入ってくるところにプラス1が出るわけです。だからこれ足すと0になります。いいですか。で、そういうことは、この平路に関わるすべての頂点で起きていて、まあ、6っていう頂点を見てみると、6のところは、ここ一番下の行に対応していて、G が入ってくるから、マイナス1。F 出てくるから、プラス1。で、足すと0になるという形になっているわけです。1っていうのは、もともとこの、行列の行として出てきてませんから、まあ、関係ないと。で、他の成分は全部0ですね。その今、この経路に関わっている、頂点ではないから。という形で、この3つの、ベクトルを取ってきて、その線形結合を作ると0になるので、何かっていうと、ここに書かれている A、B、C、F、G っていう、ベクトルの集合は一次独立ではないということになります。だから、A、F、G は一次独立ではない。こういう形ではいけないかな。ちょっと、もう一度書くと、もう一度書くと、A、B、A、B、D、F、G は一次独立ではない。一次独立ではないので、そこから作られる行列の行列式は0になります。いいですか？だから、この平路があると、そこに関わる列を持ってくることで、一次結合を作ってゼロにできます。ちょっと別の例を見てみましょう。例えば、今、このような、頂点数
く1個の辺を選んできたと、列を選んできたとすると、今ここにその BHEG っていう歩兵路があるわけです。これ、前期じゃないんですけども、じゃあこれなんで前期じゃないんですけども、なんで行列式が0になるのかっていうと、この兵路に関わっている列を取ってきます。この場合、BEGH ですね。BEGH です。で、この場合は、係数として、プラス、マイナス、マイナス、プラスを取ってきます。で、そうすると、うまく、0ベクトルになるということがわかります。これ今、BEGH ですね。で、この、その、プラスマイナスはどうやって選んでるのかっていうと、今、この経路があるんですけども、例えばですね、この経路を、時計回りに、ちょっと動くことを考えます。で、そうすると、この今、BHEG っていう、辺は向きがついてるんですけども、その向きと、この歩く向きが合ってるかどうかってことを見るわけです。で、今、じゃあ、この経路に、沿って歩くとすると、B はその向きに合ってます。から、合ってるところは、プラス1にします。で、H、これも向き合ってますから、H のところもこれプラス1。A が H が合うですね。で、EG は、その向きとは違う方向に経路が回ってますから、ここ合わないわけです。向きが合ってないと思うんですね。合わない。合わない。で、合わないところはマイナス、合うところはプラスにするという形にすると、必ず0ベクトルが得られます。例えば、この5っていう頂点を見ると、5っていう頂点を見ると、これは H が入ってきてて、E が入ってきてて、これ両方とも入ってきてるわけですね。両方とも入ってきてるので、5のところ、5っていうのは、ここですね。この行を見ると、E と H が両方ともこれマイナス1で表れているわけです。だからそこでそのまま足して合わせるとこれマイナス2になっちゃうんですけども、これ足して0にしたいので、片方の符号をマイナスにする必要があります。で、そのためにこの合わない方の、符号をマイナスにして、数字を合わせているという形になるわけです。いいでしょうか。で、こんな形で経路があると、それに沿って、ベクトルを取ってく、あ、列を取ってくることで、線形結合が0になるようにできます。つまり、そこから作られる行列式は0になるということになります。いいですか？で、それをまとめたのがこれですね。ですね。S を取ってきて行列式を作ると、それは S が編集、全域に対応するときにはプラスマイナス1どちらかになって、そうじゃなかったら0になるということですね。証明は、まあ、演習問題ですけども、先ほどの、説明したこと、されたことを、一般的に書けば、証明になります。ということで、これ先ほどの形のところ、今、ここまでは、上の一番のところまでは、これは今までの、すでに示したことですね。で、その下からが続きで、この S の選び方を全域に対応するところと対応しないところに分けます。で、全域に対応しないところの行列式はこれ0だということを今言いました。全域に対応するところはこれはプラスマイナス1のどちらかです。ですね。だから2乗するとこれ必ず1になります。全域に対応するところは必ず1になります。ので、全域の総数がこれによって得られるとなって、証明が終わるということになります。まあ、これが、全貌です。つまり、この L11G ですね。そのラプラス行列から H91 列を取り除いた行列の行列式を計算すると、人均の総数が分かるということになります。ちょっと例を見てみましょう。先ほどの、例は、頂点数4の完全グラフまでやったんですけども、頂点数5の完全グラフについて、この L11 系5っていうのを作ると、こんな感じの行列式でできて、これちゃんと計算するのこれ125になります。一般的に、頂点数、N の完全グラフ考えると、そこから出てくる数値っていうのは N の N-2 乗になります。だからこれ5の3乗なんですね。で、これ証明するのは演習問題になっています。同じように、
行列式作って、なんかこれ一般的な、n-1×n-1 行列考えることになりますけども、その行列式って何なのかってことは、じーっと眺めて、なんか基本変形とかするとわかります。ので、やってみてください。で、これ別の例ですね。これ、ホイールと呼ばれているグラフですけども、ホイールってのはなんか経路の真ん中に一頂点あるようなグラフなんですけども、これは計算すると121になります。まあ、これも、なんか、うまくちゃんと作ってあげるとできます。はい。で、まあ、いろんな例とかあんまり例はないですけども、演習問題で、もう少し考えるようなものもあったりするので、まあ、証明はできなくても、例に対して適用できるっていうのは重要かもしれないので、演習問題で、ぜひやってみてください。はい、ちょっと駆け足になったことは承知してるんですけども、ちょっとこれ今日で終わりたかったので、ちょっとこんな感じになっちゃいました。はい、じゃあ一応まとめをしまして、今日は行列式を用いて全近似の数え上げができるようになるってことをやってもらいたくて、一応その演習問題にも例があったりするので、ぜひやってみてください。でですね、離散代数の内容は今日で終わりになります。ちょっと離散代数のところの内容は、まあ、難しかったかなと、まあ、反省もしてるし、全然的に駆け足になったかなって反省してるんですけども、例に対して計算できるということも割と重要なので、その証明そのものですね、どのようにしてこういう議論が成り立っているのかということを理解するのも重要なんですけども、例に対して適用できるというのも重要なので、それは演習問題でぜひやってみてください。で、来週からは、確率ですね、離散確率論の話になって、また内容がガラッと変わりますので、それもまたそれで期待していってください。